チャオ、あっちゃんです。今日9月の21日木曜日、あっちゃん今日ね、プロジェクトカーズ2っていう レーシングシミュレーターゲームみたいなのね、手に入ったんで、それを朝からね届いて、それからずっとライブやってんだけど、今ライブ中です。ライブ中公開録画いう感じで、お昼ご飯にしたいと思います。ただ今1時35分6分、はいです。やっとねちょっとレースやって一段落ついたんで、お昼ご飯食べますということで、カルディさんで買ってきた本場ベトナム産フォーチキン味、グリーンフリー、ね、これ食べたいと思います。あっさり仕立てのチキン味、本場ベトナム産のフォーです。はい、ちょっと可愛い絵描いたんだけどね、こんな感じです。はい、ベトナム茶はフォー食べたいと思います。今ねボコボコって湧いてるんだけどもね、はい、いきたいと思います。はい、今ライブね、こうちゃん公開録画わーいって言ってる。はい、こうちゃんありがとうね。はい、ね、公開録画を録画をしながら食べたいと思います。はい、ベトナムの方ね、作り方、熱湯3分、鍋もいらずに簡単美味しくダイエット、ベトナム生まれの、ベトナムで生まれたのどこしのいい米麺書いてあってね、これすごい親切で、フォーク入ってんね。フォーク入って、なんか粉末スープと液体と、麺が入ってんねんけども、作り方がわからない。蓋の開け、中のフォークと粉末スープと調味料を取り出します。粉末スープと調味を入れ、熱湯を内線まで入れ、蓋をして3、4分かき混ぜてお召し上がりくださいっていうことなんで食べたいと思います。はい、まずここに、粉末スープ、切れないように、ハサミハサミ、あ、お湯沸いた、もうバッチリなタイミングでお湯が沸きましたということでね。お、パクチーの香り、パクチーの香りがすごい。油と粉とを入れて、よいしょ、こんな感じね。ここにお湯入れます。ヘイスリ、ヘイスリ、シリが無視しよる。タイマー3分、3分にセットしました。カウントダウンを開始します。はい、で蓋して、お湯入れて蓋して、3分、蓋がねパコンって外れるプラスチックの蓋みたいな。はい、簡単便利美味しい米麺ベースの麺に、あ、米粉ベースの麺にあっさりチキンスープ、260キロカロリー、簡単ダイエットって書いてあるけどね、260キロカロリーって、タンパク質 5g、脂質 6g、 炭水化物 46g、 食塩相当 3.2g、 麺、米、食塩、砂糖、植物油脂、香料、香辛料、玉ねぎ、醤油、あ、玉ねぎ、生姜、唐辛子、ニンニク、シナモン、八角、コリアンダー、フェンネル、エシャロット、胡椒、食塩、食塩、食塩2回も書いてある。砂糖、ネギ、マルトデキストリン、でんぷん、まあ、いろいろ入ってますって感じでね。はい、あちちちち。はい、ということでね、食べたいと思います。はい、あち。でね、待ってる間、画面がね、飽きてくるんで変えちゃいましょう。はい、これをね、お行儀の悪いあっちゃんは、まず新規ドライバーを作成しましょう。あなたのキャリアが始まります。名前とイニシャル、国籍を、ドライバーの、見てください。名前。G ってなんやねん。名字、名字なんでしょうかな。N にしとこう。ドン。イニシャル。A。R。
S。 あ、マシューラさんちゃうでーす。イケメン先生マッサージできていいな。今ね、ラーメンね、あの本場ベトナムのフォーの、ね、チキン味、はい、明日の昼ご飯動画楽しみにしとってください。あのカルディで買ってきたね、あのベトナムのフォー食べます。あ、緑虫の野菜ジュース聞いたことある。なんかの緑虫って体にいいらしいね、うん、まずいんかいな。はい。あと4秒、3、2、1。はい、できましたって言われて食べたいと思います。はい、こんなね、蓋カポンって、これいいね。プラスチックカップやからね、再利用もできそうやけどね、ちょっと貧乏くさいけど、でもやりそう。うちのなんかばあちゃんとかやってやりそうやな。うちのばあちゃんそんなん残す人やったからね。はい、ってことでね、熱いよ。うん、香辛料とね、パクチーの香りがすごい。あー、パクチー臭がすごい。熱いよー。美味しい。あっちゃんパクチー好きやからいいけど、いいよ、美味しいよこれは、うん、ってあっちゃんは思います。なんともなんともなんともやけど、パクチーダメな人はダメかわからんけど、パクチーそんなこきつくことないけど、あっちゃんにしてはきついこともないけど、もっと増したいぐらいねんけど、それよりカップが熱いんよ。はい、では食べてみたいと思います。あ、スピルリナも効果は抜群。あ、そうなんや。でもまずいな。スピルリナって聞いたことあるな、なんか。うん、あ、美味しい。あっちゃん、フォー食べるの初めてやねん。この米のね、麺、食べるの初めてやねんけど、美味しい。なんか食感ツルツルで。うん。あ、来てる。んが、腰はないねんね。プツプツ切れるけど、うん、なんか美味しいね。うん、歯触りっていうのかな、口当たりはいいよ。うん、パクチー、なんかね、スープがすごい優しい。パクチーの香りはすんねんけど、なんかね、あっさり系で優しい味。ただ、ね、いろんなね、ハーブが入ってね、香辛料とかハーブが入ってから、ね、香りがちょっとカレーっぽいようなパクチーの匂いがすごいするんだけど、すごいって、まあそこそこするんだけど、うん、あっさり系で美味しいな。うん、パクチーダメなしにはダメかもわかんない。はい。パクチーなしのフォーとかやったらね、これチキンスープやからすごい美味しいんよ。だからパクチーなしでフォーとか作ったらいいかもわかんないよ。うん、美味しい。はい。緑虫今度買ってみます。緑虫な。買ってみよう。うん、熱い。熱いから置いたらなんか麺が伸びそうな気するし、熱いの食べたら鼻水が出そうやし、もうだけどね、お行儀悪いね。あの、でもいいよね、今日はライブデーなんで。うん、多分メインチャンネルがなかったらね、ライブしながら、ライブしか、ライブゲームしながらね、カップ麺食べて、お行儀悪いことしてると思うんだけどね。とりあえずね、これを決めましょう。国籍、地域、あっちゃんはもちろん、イタリア共和国です。ジャパンじゃないです。ジャパンもあるやろね。ウガンダ共和国とかあるし、ソマリアとか。セーシェルあるやん。セーシェルも国として認められない。ジョージア、シーランドは入ってないね。
はい。パチューラさん、フォー美味しいよ。うん。フォーね、美味しいけども、ちょっとパクチーあるんで、パクチー抜きでフォー作ったらいいかも。うん。ジャパン、北朝鮮もある。すごいな。笑ったらあかんのかわからんけど。モナコ公国もあるやん。すご。ここから国籍選べるんで、あっちゃんはもちろんイタリア人です。はい。イタリアで行きましょう。で、作成。あ、イスラエルに変わったやん。イスラエルいいな。はい、ということでね。こうちゃん、そう、北朝鮮まで入ってんね。あ、なんこれ、ドライバーキャリア。ね。どんな有名選手でも新人だった時代があります。あなたはどこから、ああ、読めへんかった。どこからスタートしますかって。新人時代は、フォーミュラールーキーか、ゴーカート、カート1か、ジネッタジュニアチャレンジ。あ、ここからも選べんねや。キャリア。フォーミュラー C。ちょっと上のフォーミュラーね。で、SC リルって何やろ。あれやね。なんていうのかな、カウリングのついたね、フォーミュラーにカバーついたみたいな、ジュニア、なんで、ルマンカーみたいなやつ、なんて説明してるかわからないんだけど、ご飯食べながらね、動画を撮りながら、ライブをしながら、お行儀悪いあっちゃんでございます。はい、あっちゃん、イタリア人です。はい、ね、うん。って感じで、あ、これせや、ライブ映画もちょっと入れたろ。これでちょっとパチンしておきます。こんなところで、はい。今何秒ぐらい撮ったんか。忘れんねん。12分ぐらい目の時にパチンしてんな。はい。ってことでね、うん、こうキャリア5、4、3まで上げられるね。要は言ったら、スタートするときにあんまりお金のないレーサー。ね、は6から始めろと。ちょっとお金持ちなセレブリティの人は3から始めろって。今あっちゃんはね、やっぱ面白いからキャリアモード6から始めようかなと思ってね。一番下底辺から始める方がね、やっぱり面白いと思うから。マシグレさんもラーメン食べながらライブ、ありがとうね。今日はちょっとね、ちょっと長時間になるかもわからへんけど、ゲームライブ続けたいと思います。あっ、おいしいし、熱い。おいしいし、おいしいけど熱い。ね。で、まあ、5クラス説明していきましょう。フォーミュラー C、ちょっとお金持ちのフォーミュラー。で、これさっき言ったやつ。ね。で、ジネッタ GT5。このジネッタっていうね、この車のちょっと改造クラス。で、ルノークリオカップって、ルノークリオのカップカー言うて、ちょっとね、レース専用車。これもツーリングカーやねんけどね。こうちゃん、そう、明日動画上がるんで楽しみにとってください。で、これ一番下クラスはね、フォーミュラー、底辺フォーミュラーと、ゴーカートと、ジネッタ。これツーリングか、日本で言ったら、何やろ、まあ、シビックとか、ビッツとか、フィットとかでレース、一番市販車に近い車。で、レースって感じ。で、4クラス、もうちょっと、お金がある人が始めるときに、フォーミュラールの、これお金かかります。あ、マシュさん、はい。今日はね、ゲームが来たんでね、ちょっと、時間の許す限りライブをしようと思ってね。だから今日の昼からの予定全部、朝前倒しでやった、全部やったからね、洗濯も全部終わったんで、ずっとできるんでね。昼寝してたら寝てくださいね。眠くなったら寝てくださいね。延々とレースゲームをするだけのライブになっちゃうんで。レースゲームもコメント開いへんかもわからんしね。で、プロとタイプ C いうのはね、カウリングついた車の、まあまあ、始めるにはお金の持った人しかできへんクラス。GT4 は、このジネッタ GT5 より改造範囲の広い GT カー。ポルシェ K マンカップ。もうポルシェのワンメイクレース。なんだこれ、グループ A。グループ A も、ほぼプロのレース言うてぐらいお金持ち。プロっていうか、お金持ちの、結構上のクラスね。うん、すごい大雑把な説明してるけど。RX リトル。
じゃあライツ地域戦、これ何やろな、分からへん、なんか分からへん、説明書いてくれたってのにね。で、これは RX 国際戦で、ルノー RS01、 だんだん車がエグくなっていく、ルノー、レンスポルトレーシング、もうこれ結構エグいね、 BMW の M1 のグループ、ランボルギーニトロフェオ、ランボルギーニのワンメイク、 LMP3 ってこれもルマンカーやね。でフォーミュラー A、 かなり上のクラスなんで、もうこんなもんでけへんと思うね。多分もうキャリア6からスタートしよう。フォーミュラーから行くかな、悩むとこやけどね。はい。こっちオトメチ動画。ラーメンのすする音で、映像はゲームの画像とかね、ちょっとシュールな。うん、あ、美味しい。うん。フォーは美味しいね、結構。うん。ちょっとこれハマるかも。フォーのね、お米の麺ってカルディさんとかで売ってるから、これ買ってきて、パクチー抜きで、チキンスープで作って美味しいかも、これ。うん。あ、でもちょっとね、ずっと喋ってて言ったら麺がすごくやっこくなりすぎたかも。熱い、食べられへん。これね、こんな感じで。おっちゃんはツーリングカーからレースを始めたからね、フォーミュラーのツーリングカーで、多分ジネットのこれで始めると思う、これで多分始めると思うんで、これ始まっちゃった、始まったよ、デモか、こういうレースだよっていうデモやね。いや、終わられへん。あ、戻れんねん、こういうクラスだよっていうの。フォーミュラージュニアやね、 FJ っていうやつで、昔の元フィジネタマネ。パクチー抜きで作ったら美味しいと思う、これ。うん。で、アジア戦、日本やね、これ。日の丸があるから、コースが多分、なんだこれ、コースかな、洋柄のアジア。スポーツランドスゴ、日本へね。で、サキトーサーキットは鈴鹿サーキットのパチンモン。ドバイ。で、ルナパーク。で、イギリスはイギリスの本コースね。ドニントンパークとか。ね、とこで、あ、US はアメリカのコース。うん。いうのに分かれてんね。ゴーカート。ゴーカートじゃん。カート。これカート難しいねん、このゲーム。前作、プレートカード1の時にカートやってんけど、めっちゃ難しかったん。うん。カートもアメリカのコースと、ワールドロックだけど。ね、色の、前のよりすごいね、面白いね、これ。フォーミュラ C。ちょっとウイングがついて、まあ、日本でいう F4 みたいなやつかな。4気筒の1800か 2000cc ぐらいね、多分。でユーロ選手権とアメリカ選手権、これ SC ラッパスやね、カウルのついたやつやね、まあ、日本でいう RS とかそのあたり。音フェチライブ。ね、音だけで、うん、俺とジネッタ GT はね、多分ジネッタ、さっきのジネッタ選手権の改造、雨降ってる、うん、ちょっとレースバージョン、これ前作であっちゃんがやってたやつね、ドラえもんからのやつ乗ってた車やね。去年よね、ドラえもんから大人気でこれ走らせてたよ。ルノークリオはね、この
市販のルノーの改造クラスだけど、うん、このみたいに量多いな。お腹いっぱいになってきた。イギリス選手権で、これこれ RX ライツ、これなんか分からへんかって、ああラリークロスや、これ面白そうやな。レッドブルフォードかな、フォードフォーカスっぽいね。これもアイスセッション、氷の上走るやつとダート、土走るとこと、イギリスの、ダートと、舗装路のミックス。グループ A はね、ああ昔の、これはね80年代の改造車、昔の BM、 ベンツ、アウディ、懐かしいな、この BM あっちゃん乗ってたんや。フォードシエラや、かっこええ、めちゃくちゃハンドル重たいね、あの車ね。そんなことはどうでもいいね。はい、ケイマンはねポルシェのワンメイクやね、うん、ポルシェのツーシーターのこれね。はい、おつばさんちゃおです。お帰り。お昼ご飯中です。お昼ご飯を食べながら、明日の、ご飯動画、明日のご飯動画結構グダグダになってね、カメラも見ずにテレビ見ながらライブと話してるからね、ちょっと早いけど、メインチャンネルちょっとグダグダになる。すごい手抜きな、お昼手抜きっていうか、ご飯が手抜きやけども、それ以上に動画も手抜きになっちゃってるけど、新たな試みでございます。はい、こういうねお昼ご飯動画もどうかなと思うけど、でね、ポルシェケイマンカップをやって、やってじゃない、紹介して、次 GT4、カレー飲み物、ね、カレー飲み物がどん兵衛の、あ、どん兵衛の焼き餃子風うどん、買ったよ、あっちゃんも。買ってけどまだ食べてないわ。どこ置いたんやろ。どこで買わねん。よつばさんとね、まっしぐらさんとこうちゃんね、明日のお昼ご飯動画に出てきます。楽しみにしとってくださいね。うん、はい、ちょっとあともう一口です。はい、完食しました。本場ベトナム産フォー、カルディさんで買ってきた。これ確かね100円ぐらいやったと思うね、安かったよ。でどんなもんかって思って買ってみて、で結構おいしい。これはねハマります。蓋がこんなんやったらね、使おうと思ったら使えるしね、レンジは無理かもわからんけど、まあ何か、この中にね、タケノコの炊いたん入れるとか、かぼちゃの煮たやつこう入れるとかして、冷蔵庫でもいいカップになるかもわからん。ちょっと貧乏くさいけどね。まあ、こういうプラチックの、蓋もあるプラチックのカップなんで、再利用できるかもわかんない。はい。ということで、本場ベトナム産フォーチキン味、美味しかったです。ちょっとね最後の方香辛料が辛くて、なんだヒリヒリするところもあるけども、いいですこれ。あっちゃんおすすめ。ただパクチーが効いてるんで、パクチーダメの人にはしんどいかもわかんない。うん、でもこれね味は良かったし、米粉の麺はね結構ツルツルっとして美味しかった。うん、これはあっちゃんありやと思います。はい、ということでパクチーが好きな人はちょっと物足らんかもわからん。だからパクチーマシマシしたらいいと思うけど、で、パクチーまあまあいける人、ね、変わったもん食べたい人、ちょっとした変人はおすすめです。で、普通にパクチーダメな人にはちょっとダメやと思うねんけどもね、まあ、よかったら食べてみてください。カルディさんで100円ぐらいで売ってました。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯動画はこの辺で終わりにしたいと思います。では、ライブに戻るんで、
ライブの方行きます。でもしこの動画を見てからライブって何やねんって思った人、あっちゃんゲームズのプロジェクトカーズ2初見プレイ、発売日初見プレイみたいなタイトルで動画上がってると思うんで、アーカイブの方見てくれたら嬉しいです。あっちゃんゲーム、これからもプロジェクトカーズ2ライブ続けていくと、いろんなライブ出したりとかすると思うんで、これからねゲームがねいろいろ秋から来年にかけて目白押しで新発売するんで、いろんなゲームを買っていっていろんなゲームやっていきたいと思います。であっちゃんゲームズの方で過去のゲーム、古いゲーム、ゲームキューブとか、プレイステーション1とか2が今つながってるので、2もいずれつなぐようにするし、でファミコン、スーファミ、そのあたりのねレトロゲームもやりたいし、ね、まあ、いろんなゲームをチャレンジしていきたいと思います。で実況の方めちゃくちゃ下手っぴやしダメやねんけども、子供にねああせいこうせい言われながらね、アドバイスももらいながらね、実況の方も頑張っていくんでね、あっちゃんゲームズ、みんなで見てくれたら嬉しいです。ということで、今日のあっちゃんのお昼ご飯、本場ベトナム産フォーチキン味を食べながらゲームライブを切らずに、そのままゲームライブ垂れ流しにしながらっていうわけのわからん、お昼ご飯動画にしてみました。はい、よかったらこれ食べてみてください。それで、よかったらじゃなく、ぜひぜひあっちゃんゲームズ登録して、あっちゃんゲームズめっちゃ見てください。はい、ただただ普通のゲーム実況とかゲームだけのチャンネルじゃなくね、いろんな雑談したりとか、他にないゲームチャンネルのようなバカげたことにチャレンジしたりとか、そんなこともしていくんでね。でゲームライブって言いながらゲームライブじゃなくほとんど雑談ライブになってるあっちゃんライブ、よかったらね、あっちゃん動画、あっちゃんネルだけじゃなくあっちゃんゲームズの方来てください。ではまたね、バイバイ。また昼からの動画でお会いしましょう。今日動画撮れるかな。まあ、どっちにしてもね、今日も動画いっぱいあげるんで見てください。またね、バイバイ。